お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日も元気にやっていきましょう。テクニクス SEA7、 これからね視聴していきたいと思います。メインチャンネルの方で1曲出しておりますが、今回はサブチャンネルで何曲かかけていこうと思います。2SA1106、2SC2581 というパワートランジスタを使ったパワーアンプです。中身はね、軽く紹介してもらえばこんなような感じになっております。はい。とても薄い、トランスも特注で作っているんでしょうか。すごく薄いです。すべて、いろいろなものを犠牲にしながら頑張ったような感じではございますが、とてもね、綺麗な音が出ます。底力とかはございませんが、とても、綺麗な音が出ます。トランジスタでよくこんな綺麗な音作るなっていう感心するぐらい、綺麗な音です。まあテクニクスっていうと、本当に綺麗な音っていう音作りがすると思うんですが、私が SEA100 使ってた時も、すごくね綺麗な優しい綺麗な音がするんではないかなと思っていましたが、テクニクスはやっぱり優しい綺麗な音が出るんだなっていう感じではございます。で今ね、CDX1万の上乗っかっていますが、 CDX1万なんですが、久しぶり、十何年ぶりに出してきまして、したらトレイは手を添えないと開かないわ、音飛びはするわ、すごい状態でしたけど、まあどうするかっていう感じですね、今後ね。はい。うちで一番悪い、一番音の悪い CD プレイヤーが CDX1万だと思います。はい。まあ CDX1万の生い立ち、私と出会ったのはね、またの別の動画でやっていこうと思いますが、今回は SEA7 ちょっとね聞いていこうと思います。はい。それではね、再生いたします。
はい、今ねお聞きいただきましたけど、まあなんて言うんだろう、薄さを犠牲にして音も多少犠牲になっているけれども、まあまあね、中高音は結構綺麗だなと思います。で、中低音ぐらいまではね結構こうメリハリよく出てきますけど、やっぱし底力っていうものは全然ないんでね、電源部が小さくて、そんなことは全然ないんで、音にね影響が出てきちゃってますが、おもちゃでね使うにはとてもねいい綺麗な音なんじゃないかなと思います。はい、CDX10000 は今回出さないですが、うちに来てねもう何年になるんでしょうか、1回トレーのベルトと、ローラー系はね十数年前に交換してるんですよ。十数年前に。でももうダメになっちゃってますね。フラットスポットができてね、なんか開き方が変ですね、ガタガタいってね。はい、でこれはなんかね改造しちゃってあって、フローティング機構が、廃止して、リジットにしてあります、私がね。ですからちょっとねこうポンって叩いただけでも音飛びするような、感じになっちゃっているので、今ちょっとね調子が悪かったですかけてね。はい、まあ修理するかどうしようか悩みますけど、うちで持ってる CD プレイヤーの中で一番音が悪いかもしれないかもしれないですね。はい、そんな感じで今回は以上となりますが、また動画アップしていきますんで、お時間あればご視聴の方よろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。